ソビエト連邦の国家は、1922年のソビエト社会主義共和国連邦成立から1943年までのインターナショナルと、1944年から1991年のソビエト連邦の崩壊までのソビエト連邦の国家で、あるソビエト連邦国家の曲を流用し、児童文学作者であったセルゲイ・ミハルコフの詩をもとに、 ガブリエリエリレギスタンが補捉する形で決定された。この決定を受け、インターナショナルはこの年をもって国家としての使用を終了。翌年1944年以降は全連邦共産党の党下となった。1993年に決闘したロシア連邦共産党においても党下として使用されている。当初の歌詞の2番には、レーニンと共に、 スターリンを称える箇所があるが、スターリン死去後の1955年から歌詞なしで演奏され、1977年に新しい歌詞になった。新しい歌詞はミハルコフ自身が作詞をし直した。1991年のソビエト連邦の崩壊と共にロシアの暫定的な国家として愛国家が選ばれたが、歌詞がないこともあり定着せず、国民からは 旧ソ連国家の復活を求める声もあった。2001年に制定された原稿のロシア連邦国家ではソビエト連邦国家の戦律と歌詞の一部を転用している。その他のロシア連邦国家の歌詞もやはりミハルコフが作詞している。なお、日本では祖国は我らのためにの通称が使われることがあるが、これに相当する名称はソ連ロシアにはない。 1944年から1955年までの初代歌詞は次の通り。3番は発表当時の独祖戦を想起させる。アレクサンドロフ赤軍合唱団が最初に歌った。ウクライナプリッピャチの構想アパートに書き残されたコーラス部分の一節フルシチョフによるスターリン批判及びその後のソ連内におけるスターリンの否定的再評価によってスターリンを称賛する部分は差し替えられた。 国家になる前のボリシビキの投下。スターリン批判以前なので、レーニンと共にスターリンを称える箇所が存在する。ありがとうございます。